はい、こんにちは、ジャンゴです。最近ね、この無料ガチャだけのね動画をね、まあポン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 上げてたりはしたんですけど、やっぱりね、タックルだけじゃなくてファイヤーショット EX の方もね欲しいなってことで、1回しか引けないんだけど、ちょっとね、ファイヤーショット狙いでシュナイダーのキックアップガチャを回してみようと思います。ただその前にとりあえずいつも通りのこれは回そう。今日はまあ普通に、あ、1個だけ白いのがあるので、まあそこには期待しよう。そこまではちょっとホイホイ飛ばしていって、次の次、ダメだまあでもこっちで星さん出ちゃうよりもシュナイダーの方で星さん出てくれた方がいいので、まあこれはこれでいいだろうということで、はい、こんな結果でした。そして続いてこれ頼む、本当にファイヤーショット出てくれ。できればナポレオンの時みたいに2枚抜きしてほしい。お願いしまーす。ほい、あ、ないんだけど、ちょっと、変わんねえかな、どっか。変われダメだ、変わりそうにない。あー、ダメだ。残念でした。いやー、そっか、15日までにもう一回引けないかな。もう一回は引けそうか。あと2回引ければね、無料分もあるから30連できるんだけど、さすがにあと3600はたまりそうにないよな。ちょっと待てよ、ミッション、あ、しまった、今日メインシナリオやってない、あぶねウィークリー、そうだよね。で、期間限定のやつがリーグであと13戦必要なのと、挑戦状あと5回やれば300、500、あ、そうだね、これでもう1回は引けるな。となるとどうだろう、さらに3000っていけるかな。15日まででしょ。俺の力を評価してくれる限り俺はこのチームにいるつもり。あ、リーグが14日までだから、これでまた3000もらえるんじゃないの。あ、ギリギリいけるな。ちょっと待って、そうだよね、3000と800入れば6000までいくよね。そしたらギリギリ期間内にあと2回引けるから、無料の10連までたどり着くね、これ。ああ、じゃあよかった。まだね、ちょっとチャンスあるんで、ファイヤーショットに関しては狙っていこうと思います。ということで、ありがとうございました。では。